はい、おはようございます。ターミナル1にいます。はい、今から帰国します。最新の帰国状況、軽くショートで撮っときたいと思います。入り口入るところの荷物チェックがなくなって簡単に入れます。こうやってスルーで入れるのはだいぶ便利がいいですね。チェックインは、ワクチンパスポート、ワクチン接種証明のチェックだけでした。空港内はマスクしている人が半分、してない人が半分、そんな感じ。あまり取ることないフィリピン国ラウンジ。はい、出てきました。簡単に出れるようになってますが、なんかスタッフがやたら多いな。もうちょっと改善できるんじゃないかなと思いますけど、はい。ビジットゥジャパン、まあ青色、写真さえ見せたら OK なんで、これ意味あるんかなと思いますね。はい、ってことで入国動画でした。まだまだノーマルじゃないですね。まだまだノーマルのところじゃないですけど、まあちょっとはマシな。ただビジットゥジャパン、写真の青色だけ見せたら OK 言うのやったら QR コードの確認もないし、もうなくてもいいと思いますね。あんな、あの確認するんなら分かりますけど、確認しようがないんで意味ないことだと感じました。ということで終わります。